どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、皆さん、先ほどクラッシュオブクランの公式さんからアップデートプレビュー情報出ましたけれども、こちらの動画皆さん見てください。なんとお気づきの方いらっしゃると思います。ウィザードレベル9、ラボレベル9、そして金庫とエリクサーレベル12が登場ということで、はい、こちらも村ね、はい、こちらウィザードタワーレベル9。さあ、続きまして、こちらがですね、エリクサータンクレベル9となります。今1000万の最高収容量が1000万になるということですよね、金庫。そしてこちら白ですよ、かっこよすぎる、かっこよすぎるラボということで、ラボレベル9ということになります。まあ、こんな感じのビジュアルになっているんですけれども、さらにですね、1分間以上対戦相手が見つからなかった場合、音が鳴るようになりましたということです。これどういうことかというと、まあね、トロ上げしてる人とかは4200とか4300、4400、私も4600までトロフィーってことはあるんですけど、敵が出ないんですよ。1時間とか出ないっていうことがあるので、その時に1分間以上出なかった時の音が鳴ると、そして見つかった場合に音が鳴るということですね。はい、ということで今回ウィズラボ、そして金庫エリクサータンクということで、もうね、これからあと1週間ぐらいですよ。私の動画チェックしてみてください。ということで、ご視聴おろしょ、じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。